大日山35号墳は、和歌山県和歌山市、岩橋、異変にある古墳。形状は、前方公園墳、岩橋千塚古墳群を構成する古墳の一つ。出土品は、国の重要文化財に指定されている。和歌山県北西部、木の川川口部の和歌山平野の岩橋山海に、映像された、岩橋千塚古墳群のうち、 生誕の三回最高峰の大日山山頂に築造された古墳である。これまでに2003から2005年度等に発掘調査が実施されている。墳形は前方五円形で、墳球主軸を南北方向として前方部を南方に向ける。墳球は縦型の基段状に二段築成で築造される。墳球長は約86メートルを測り、 和歌山県内では有数の規模になる。紛糾表面では、遠藤波庭列が認められるほか、左右くびれ部には作り出を有する。両造ででは、全面的調査が実施されており、多様な継承波庭が検出されている。主体部の埋葬施設は、公園部における横穴式石室で、初期の岩橋型横穴式石室になり、正方に開口する。 この石室からは副葬品多数と数駅が出土している。この大日山35号墳は、出土遺物等より、古墳時代後期の6世紀前半頃の築造と推定される。岩橋千塚古墳群では、最大級の古墳であり、豊富な副葬品、継承埴庭の出土から、岩橋千塚古墳群を営んだ市町村の実態を明らかにする上で、重要視される古墳になる。 古墳域は国の特別史跡、岩橋千塚古墳群のうちに指定され、出土派庭群、末木群は2016年に国の重要文化財に指定された。現在は史跡整備の上で公開されている。主体部の埋葬施設は公園部における両袖式の横穴式石室で、墳球樹軸と直行して正方に開口する。石室の規模は次の通り。石室は、 結晶変岩の遺体種を小口積みで持ち送ることによって構築される。原質には石棚2本及び石梁1本を伴い岩橋線塚古墳群でよく見られる岩橋型横穴式石室になるがその中でも初期に位置づけられる。原質、沿道の床面はほぼ同じ高さで原質床面には玉石が敷かれ床面下部に排水溝も認められる。この石室からは 多くの副装品が検出されている。出土埴輪群和歌山県立キーふどきの丘展示。石室内副装品和歌山県立キーふどきの丘展示。石室内副装品和歌山県立キーふどきの丘展示。大日村35号分からの出土伝製品としては渦、鉄符が知られる。 また2003から2005年度調査における石室からの出土品は次の通り。墳丘からの出土品としては、埴輪、ワ、器がある。埴輪のうちでは、円筒埴輪列が、木段テラス、墳丘一段目テラス、東西作りでで検出されている。方群形、部位群形の2種類で、方群形は一段目テラス、作りで、部位群形は木段テラスで多く認められる。 遠筒埴輪列では5から6本に1本で朝、顔形埴輪を含むが、こちらも方群形、部位群形の2種類からなる。埴輪のうち継承埴輪は、粉球量首レブの作り出から多数が検出されている。内容は次の通り。これらのうち、家型埴輪、馬型埴輪の一部では、今白塚古墳との共通性が指摘される。粉球湿度の末期としては、 両蔵手で,で亀が据えられた状態で検出されているほか、木台、高月、月も検出されている。作り出状の水液の周辺では、埴輪の湿度が少なく、埴輪の空間、水液の空間の住み分けが指摘される。これら紛糾湿度の水液は、石室内湿度の水液とも時期的に一致する。以上の湿度品の内埴輪群、水液群は、国の重要文化財に指定され、 和歌山県立キーフードキの丘で保管されている。大日村35号分出土品画像をいずれも和歌山県立キーフードキの丘展示。注釈出展。ありがとうございます。